ございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんにこれ並んでましたよ。ジャッカルの新しいビッグベイト、ダウズスイマーの 180SF っていうことで、小型サイズのねダウズスイマー、オンラインのですね釣りフェスティバルとかでも公開されていたんですけども、限定販売なんかされてましたよね。それがねついに店頭にも並び出したっていうことで、早速一つ買ってきてみました。パッケージはね、こんな感じのパッケージで、まあかっちゅいパッケージですね。ダウズスイマー 180SF って書いてあって、こんな感じで URL とか書いてあって、こうしてジャッカールね。これはもう本当ね、オリジナルサイズが220だとすると、この180ってなったことで、より食わせに特化した仕様になっちゃっているんじゃないかっていうことで、1個買おうって思って、実はね限定販売っていう風にね売ってたやつもポチッとね、買っちゃっているんですけども、まあね1つ2つ3つ4つあってもね全然困るもんじゃないしということで、こんな感じでね店頭で売ってたやつも買ってきていました。まず価格はですね、これキーポンに置いてあったんですけども、4500円っていうことで、でカラーはねこんな感じの春っぽいね赤っぽいカラーを選んでみました。早速じゃあ開封していきたいと思います。こんな感じかなってことで、よしいいね、じゃ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 ーん、はい、あこれねスペアテールがついていて、でこういうねボディに傷がつかないようなケースに入っていて、はい、出てきました。うおー、テッカテカですねって、まあ買ったばっかりでね、あれなんですか、こんなテッカテカなんだな、ダウズスイマーって。なんか輝きに深みがあるっていうか、なんかこうねつるんとした、で奥の方にもねギラギラっとした感じがあって、こんな感じなんだっていう、ね、こういう赤系のカラーね初めて買ってみたんで、綺麗な色だなと思って、でね春先春オレンジがいいよってね、ロデオクラフトの松本さんにね先日の釣りの、時に教えてもらったんで、腹折れって言ったらこのカラーかな、しかも春っぽいねこういうレッド系のカラーだしと思って買ってみたんですけど、じゃあ後ろ開けてみるとね、このねテールがついていて、はい、で背中周りはねこんな感じね、ダウズスイマーね、シンプルに名前が、小さく入っていて、でせっかくこういう風に見てるんで、一番の特徴はやっぱ3連結ボディですよね。この1箇所2箇所って連結されているんですけども、このね1個目の可動域はちょっとラフな感じなんですけども、後ろの方はもうねほとんどねこういう感じでそんなに動かないというか、こっちの連結部はそんなに動かなくて、ここの連結部はフレキシブルに比較的動くっていう、これによってなんかすごいなまめかしい、なんていうんですかね、ギュインギュインギュインってなんか息の長いスライドをするっていう印象があって、それでもってねブラックバスっていうよりシーバス釣りでね、大きなサイズは活躍してくれたんで、もちろんねブラックバスでもめちゃくちゃ釣れてるねいろんな動画とかあるんで、まあ、ブラックバスでも効くんだろうなと思ったんですけども、オリジナルサイズと比べてみるとこれねこんな感じ、大きさの違いでいうと、はい、こんな感じで変わってきますね。こっちが、220SF で、こっちがね 180SF ということで、ね、あ、並べてみるとかなりやっぱりボリューム感変わりますね。うん、ね。このぐらいのサイズだったら結構ね本当ブラックバスでも投げやすいなと。こっちは自分だとブラックバスだとちょっと躊躇しちゃうことがあったんですけど、大きいなっていうことで、
AAC バス釣りなんかでねよく使うことが多かったんですが、ここら辺の180っていうサイズであれば、あの関東のね、ブラックバス釣りなんかでもがぜん投げやすいサイズ感なんじゃないかなっていうところで、いやこれはね、あの出たら、まあ、1個は買おうと思ってたんで、ちょうど昨日ぐらいなんですかね、あと自分はあのキーポ行ったら、今日入ってきましたよなんていうことで、ちょうどあの店頭に並び出すタイミングだったんで、でこのカラー人気だったみたいでラスト1個だったんですけども、ほんとね今行けばもしかしたらね買えちゃうかもしれないですね。あの新色のすごいベイトフィッシュに寄せたカラーとかは、陳列されていたんで 2,3 個ずつね、そんな感じで各釣り具屋さん、ほんとこのタイミングでバーって回ればね、ダウススイマー 180SF ね、手に入りやすいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、はい、ね、こういう感じでちょっとサイズ比較なんかもしてみつつで、ですね、この後ろの方にね、恒例のまあ説明書きがいろいろ書いてあるんでちょっと見ていきたいと思いますね。どんな感じかな、はい、S 字で寄せてダートで食わす S 字系ビッグベイトを使う上で最も重要な点だと開発者の畑拓磨は語ります。それらの動作を極めて優秀にこなす S 字系ビッグベイトこそがダウススイマーですっていうことですね。で、3連ボディが描く極めてナチュラルな S 字軌道、大きなボディで滑らかに S を描く波動が抜群の収容力を見せますということと、バイトチャンスを演出する、キレのある左右へのダート、驚異的な安定性を見せる左右へのダート性能、安定したダート性能は天狗1号のバイトチャンスを逃さないためのアドバンテージです。で、この顎のところに愛がありますけども、シンカー装着可能な顎下愛、スローフローティング設計のダウススイマーですが、沈めて一段深いレンジを探りたいときにお好みのシンカーを装着いただけますということと、ファイト時のバレを防ぐ、スイベルラインアイ、ビッグバズのヘッドシェイプやエラー洗いでの、バレを防ぎますということですね。で、可動域の異なる連結部分、ボディ前方の可動域は広く、後方の可動域は狭く設計、望みない S 字軌道を繰り出すためのこだわりの設計ですっていうところと、よりベイトフィッシュのように見せるためのエラストマー製テールということで、泳ぎの安定性を出すための整流板の役割も担いますということで、エラストマー製テールは変形または色移りの恐れがございますため、付属のテール保護用カバーを装着の上、保管いただきますようお願いします。水分がついたままでの保管はエラストマー素材を劣化させる恐れがありますので、水分をよく拭き取ってから保管いただきますようにお願いいたします。ということで、カラーがですね、これ丸型スパークフラッシュっていうね、カラーみたいですけども、そんな感じ、まあ裏の説明はあのオリジナルサイズとほとんど変わらないのかなっていうことで、まあこれに関してはやっぱりね、ダウザーさんがね、作られているルアーなので、動画の方でもこんな感じで使う、あんな時に投げるっていうのはね、続々と今年なんかね2021年いっぱいさらに出てくるんじゃないかなっていうところで、そんな動画を見ながら、出しどころをね勉強していきたいななんて思うんですけども、自分中で考えるとちょうどまだ2月ですからね、雨が一発ね降って、で南風寄りの暖かい雨ですね、そんな時に、続々となんだろう、春を意識して、上流に向かっていくバスを、狙い撃つっていうね、そんな時にまずは使ってみたいななんていうふうに思いますので、まあ出しどころで言うと雨の日の、リザーバーの上流域でまずは使ってみたいなね、そんな感じで考えております。それとまあね、このオリジナルサイズね、これはもうね、Cバスなんかでもね抜群に釣れまくっちゃうルアーなんで、まあ、ここにまださらに、こんな色とか、こんな色とか、まあ、Cバス用にねいろいろ持っちゃいるんですけども、 Cバスのシーズンではここら辺でちょっとね、食わない時に入れてみようかなっていうね、もうこの220の時点で、まあ、相当ね、どんなサイズのシーバスもね果敢に食ってきちゃうんで、ここで
180入れちゃったらもうそれ釣れちゃうでしょっていう感じになっちゃいそうなんで、まずはねブラックバスでねどんな感じかね使ってみて、でなぶり倒した後にねぶり倒した後に秋はシーバスでさらにもう一伸び遊んじゃおうかなっていうね、そんな感じで考えております。まあこの手のビッグベイトでどうですかね、4500円ぐらいでこれだけまあ作りがしっかりしていて付属のペアテールもついていてっていう感じなんで、結構ね本当、まあよく釣れるし本当買いのビッグベイトだよなっていうふうに思います。まあこういう3連系のねビッグベイトね、今年はいろいろ続々と登場するみたいなんで、ジョインテッドクローのシフトとかもね、3連結ジョイントなんてねすごい気になるやつなんかもね、出てくるみたいなんで、まあここら辺を買い集めながらね、どんなタイミングで釣れるかなっていうのをね、やっていきたいと思います。とりあえずね、今日はね買ってきてみたよっていうことと開封してみたよっていうね、だけなんですけども、早速ね、房総のリザーバーなんかに持って行っていろいろと投げ込んでみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ジャッカルからですね新しく出た機体のビッグベイト、ダウススイマー 180SF、これをね、一つ買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。